もう2年目ですかね、んこの梅は。ん3年目ですか。これ1年だよ。あ、1年でここまで結構、まあ、この間ボディに切ったじゃないの。そうですよね。あれから1年経つとこれになる。すごく立派ですよね。だから管理さえちゃんとしてやればこういうふうになろう。それからね、はい、今一つ全然大きくなってちゃうわけね、はい、こういうふうにここで切っても、はい、こういうふうに切っても今度芽が出るから大きくなっていっちゃうわけ、はい、じゃあどうして小さく保つかってことなんだけど、はい、その時にはこれこれをここで取る、これを今度は頭、あ、生かすってことですね、うん、小さいそこの枝を生かしていくってことですね、うん、そういうふうにね、はい、だからそういうことも想定のもとに、うん、じゃあ今年はこれは頭でもいいけど来年は今度これに取り替えようかな、そうするとこれだけ小さくなるからと、さらに小さくしていくんですもんね、もう小さくし、はい、これここで切って今度芽が出るとこれ今の状態と同じぐらいの大きさになってちゃう、はい、だから小さく保つには切り戻しって言うんだけど、はい、頭を取り替えていかないと小さく保ってられない、うん、はい、そうですね、だから全部が全部横になるように切っちゃうと、はい、今度頭に立て替えられなくなっちゃう、うん、だからちょっと見苦しいかもわかんないけど、はい、頭を2つ作っといて、はい、1つ大きい方は取ってしまうと、はい、そういうふうな考えね、はい、だからこういうふうにしちゃうってこと、はい、あ、すごく小さくなってなるでしょ、樹形も良くなりますね、うん、だからそういうふうに想定していかないと、もっと小さく考えるんだったら今度これが大きくなった時にはこれに変えようかなと、うん、あ、さらにですね、うん、だからそういうことも考えた上で剪定はしてた方がいいわけ、はい、じゃあ本当にもう想定しながら剪定を行っていくってことですね、うん、そうそう、うん、だから小さく保つならね、はい、どんな上手な人がやったって、うん、切り戻しをしない限りはどんどん大きくなっていっちゃう、はい、うん、そうですね、よくお兄さんが言っている鉢替えですよね、だから切り戻しっていうのを考えてね、はい、だからこれは大きくなるのが嫌だったら来年はこれを頭、はい、さらに今度どんどん大きくなっていっちゃったら今度これをこういうふうに変えていくわけですね、はい、削れる？なんとか、あんまりナイフがあんまり切れる方じゃなかったんで、うん、いいんじゃない？大丈夫ですか？うん、じゃあこれもね。じゃあ梅の枝いいかな？花の、はい、一番最初やったやつも、はい、ここまで頭ね、大きくなったやつよ。はい、したら今度はこういうふうに取る、あー、さらに小さくなりますね、ね、だから、はい、今年はこれでもいいけど来年はもし大きくなるのが嫌だったらこれに今度頭にしていこうかなと、はい、そういうふうに考えて切っていく、はい、今度はカリン、あ、カリンの、そうですね、植え替え、植え替え、まだ早いですかね、うん、かこいがあるな、もう目動いてくる、
この中写真撮ったことある？この文学の中。あ、全部ですか？違うよ、文学こうしたのは全体に撮るからわかるけど、はい、中がどうなってんだかわかんないでしょ。あー、そうですね。ああ、目が結構動いてきてますね、カリン。いいかな、この見てれば。でも俺は、仮には商品盆栽にはちょっと無理だ。あ、商品盆栽にはあんまり、うん、もうちょっと大きくないと。あ、だって実考えてみないよ。あ、そうですよね、実がすごい大きいですもんね。だから花輪なんですか？うん。で、弟ってなんじゃ、ちっちゃいカリン。ああ、宮古カリンですよね、うん。だからあれならいいけど、普通のカリンじゃこんな大きいのなんだから、やっぱりこのぐらい大きくしないと。あ、確かにバランスが悪いですよね。これだって、これがこうなっちゃう、ほら。ああ、大きいですね。二つぐらいになってみな。倒れそうですよね。商品盆栽じゃ、俺もちょっと、はい、ね、うん、不向きだと思うんだ。ああ、そうですね、普通のカリンだったら中品になっちゃいますもんね。うん、商売だから欲しいって人がいれば、はい、まあ、作るけど、あれ、ミヤコカリンのあの種類のものはもう数が多く出てるわけじゃないんですよね。ないね。